マキと一緒に任務で宮城県に来てたんだ。無事に呪霊も倒したんだけど、せっかくだから宮城の町をちょっとうろうろしようってことになって、カラスノっていう町を歩いてた。まさかここであんなすごい人たちに出会うなんてね。何やらここの公園騒がしくないか？明太子、誰か有名人でもいんのかな？田舎の町みたいだし、そんなことはないと思うけど。あ、やべえ、変な方向飛ばしちまった。ツナ、うわ、お姉さん危ねえ。人のいる方向にボール飛ばしちまった。バレーボール？よいしょっと。すげえ、レシーブした。他人に向かってボール飛ばすなよ。高校生か？すみませんっす。っていうかお姉さん、バレエ経験者っすか？見事なレシーブだったっす。うるせえな、声量でかすぎだって。すみませんっす。もっと西野屋さん、他人に絡むのやめてくださいよ。自己紹介遅れました。俺、この近くのカラスノ高校って学校でバレー部やってます、西野屋ユース。おバレー部だから公園で練習してたのか。っていうか、昆布。え、昆布？え、マジ落ちてんの？なわけないでしょ。なんで公園に昆布が落ちてるんですか？ああ、悪いな。こいつは犬巻トゲって言うんだけど、わけあっておにぎりの具の言葉しか話せないんだ。で、私は全員巻トゲと一緒に東京から来たんだよ。東京、かっけー。東京にはおにぎりの具で話す不思議なやつがいるんだな。いや、東京でもレアキャラだけどな。お姉さんたちも高校生っすか？まあそうだな、2年生だ。マジで？じゃあ俺と同じっす。そうなのか？身長が低いからてっきり中学生ぐらいかと。あ、今俺の身長見ましたね。悪い。いいっす、俺は自分の身長に誇りを持ってるんで。月島、何笑ってんだこれ。へえ、そっちののっぽは月島って言うんだな。お前も2年生か？いえ、僕は1年です。ツナマヨ？なんて言ってるんですか？大学生かと思ったらしい。まあ確かに、旗から見れば大学生のお兄ちゃんと中学生の弟が公園でバレエやってるように見えますよね。誰が中学生だ？お前ら面白いな。それよりお姉さん、バレエ経験者なんすよね？俺とバレエしてくださいっす。いや、私はバレーボールとかしたことないけど。マジで？あー、うるさい。いちいち反応がでかいな。いくら？未経験者なのにあんなにうまいなんて、お姉さんはやっぱりすごいっす。そりゃどうも。俺、バレー部の中でリベロっていうポジションをやってるんすよ。リベロって確かレシーブを得意とする選手だっけ？常に後衛がいてアタックとかは打たないんだよね。スジコ、リベロなら身長低くてもできるなってさ。ん？別に身長が低いからリベロってわけじゃねえぜ。そうなのか？俺はたとえ身長が2メートルあってもリベロをやるぜ。俺はカラスノ高校バレー部の守護神だからな。これが守護神とは認めたくないですが、西野屋さんのレシーブは本当にすごいですよ。へえ、お前なんかいいやつだな。気に入ったぜ。気に入った？美人なお姉さんが俺を気に入っただと？これってもう告白？違います、勘違いしないでください。まだ何も言ってねえだろ。月島のポジションは何なんだ？お、1年生だからポジションとかないのか？いや、ありますけど。明太子、スタメンなのかって聞いてる。まあこいつは入部当初からスタメンを先輩からもぎ取った生意気なやつなんすよ。もぎ取ったって言い方やめてくださいよ。まあ見ての通りのっぽだしな。しかし性格に難あり。あんたに言われたくないですよ。ふーん、なんかお前はめぐみと似た雰囲気を感じるな。昆布、でも性格がちょっと暗い。それでポジションは？はあ、別にどこでもいいでしょ。あ、生意気な1年だな。
僕たち知り合ったばかりのほとんど他人ですよね。知らない人にも親切にしろっておばあちゃんに教わらなかったか。マキが怒り始めた。止めないと。悪いな、月島は陰湿な一年なんだ。陰湿で悪かったですね。ま、いいけどさ。月島のポジションなんかより聞きたいことがあるんですけど。僕のポジションなんかって何ですか。お、なんだ。お姉さんめっちゃ美人っすよね。は、はあ、また始まった。二人はカップルなんすか。宮城まで旅行デートとか。ここ昆布。あ、でもそしたら制服は着ねえか。ちげえよ、私らは学校の行事の一環で宮城に来てんだ。行事かってことはお姉さん付き合ってる人は。いねえよ。じゃあ俺とデートしてください。ちょっと西野屋さん、おかか。ん、ダメって言ってるのか。なんでお前がダメって言うんだ。それはおかか。うお、なんだよ、よくわかんないけどすごい嫌そうだな。ああ、ダメだって言ってる。つうかお前、私とデートなんて楽しいこと一つもねえぞ。他の人は当たった方が。無理ですね、西野屋さんはモテないんで。うるせえぞ月島。この人の綺麗な女性好きもどうにかならないものか。お願いします、ここで偶然出会えたのも何かの縁。お前がボール飛ばしてきたんだろ。お願いしやーす。だからうるさいって。うん、そうだな。じゃあトゲとバレ3本勝負で勝ったらいいぜ。おかか、よっしゃー。明太子。大丈夫だって、ボールを腕で飛ばせばいいんだから。おかか、マキは運動神経がいいから簡単にできるのかもしれないけど。しゃあ、じゃあ早速やろうぜ。僕帰っていいですか、宿題あるんで。何言ってんだ、お前は私と一緒に勝負を見てるんだよ。どうせだから西野屋のすごいっていうレシーブを見たいな。トゲがアタックを打って西野屋が3本すべてきれいに返せたら勝ちってのはどうだ。いいっすね、燃えるっす。じゃ月島は通すな。巻き込まれた。3本中1本でもきれいに返せなかったらトゲの勝ち、デートはなしだ。バレーボールにきれいなお姉さんとのデートがかかってる。今一番バレーが楽しいかもしんねえ。試合が一番楽しいって言ってくださいよ。デート絶対に阻止しなきゃ。俺だってまだマキとデートっぽいことしたことないのに。それにこの人低身長キャラが俺と被る。俺の敵。トゲなんかすげえ燃えてるな。そんなに私が西野屋とデートするのが嫌か。おかか面白いな。おにぎりの人はメガネの女の人のことが明らかに好きみたいだけど、メガネの女の人冗談だと思ってるみたいだな。かわいそうに。昆布来い。僕と練習してた時よりやる気出してるじゃないですか。最初は様子見で。えい。うわー、おすげえ綺麗に拾ったな。しゃあ、やっぱりリベロってだけあって上手だな。あ、言い忘れてましたけど、西野屋さんは中学の時ベストリベロ賞っていうすごい賞を取ってます。おかか、そんなの勝てっこないじゃん。お前本当に初心者か。アタックうまいじゃねえか。鮭でも全部俺が綺麗に返してやるからよ。トゲ頑張れよ。負けられない。次はあの手を使って。いや、二本目いきますよ。ツナマヨ。あの手の動き、フェイントが来る。必殺ローリングサンダー。なんだよそれ。おかか、フェイントだと思ったぜ。こんな公共の場で叫ばないでくださいよ。お前すげえな、私には分かんなかった。これで2本、あと1本取ればデートだぜ。ていうかローリングサンダーって何。あと1本、これを取られたらマキがあの人とデート。それだけは絶対に嫌だ。よし、さ、来い。3本目、
行きますよ。来る。西の屋って人には悪いけど、ぶっ飛べ。なあ。はあ、呪言。なんだ今の。呪言使っちゃった。すげえ。全然取れなかった。俺のケツに火がついたみたいにピュンって飛んできた。すげえ。初心者とは思えないアタック。あの西野屋さんが驚いて一歩も動けなかった。おいトゲ、お前呪言使っただろ。おかか、嘘つけ。昆布、明太子。ったく、呪言を使ってまで私と西野屋がデートするのが嫌だったのかよ。悪いな西野屋、そういうことだから。で、デートなんてもうどうでもいい。はあ、西野屋さん、今のアタックもう一歩おねしゃす。次は絶対拾ってやる。ああ、西野屋さんの負けず嫌い精神に火をつけてしまいましたね。じゃ、僕はこれで。月島、お前はトス係だ。嫌ですよ。さ、もう一本来い。まだやるの？その後、結局私たちは西野屋のレシーブ練習に長い時間付き合わされたよ。何回も呪言を使ったトゲは喉を痛めてたな。後から聞いた話だが、西野屋と月島が所属してるバレー部はかなりの強豪で、全国大会も目指しているらしいんだ。いつかあいつらがテレビに出る日が来るのが楽しみだな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。